C2 は、シトロエンが製造、販売していた自動車である。サクソ3ドアモデルの後継車種であり、同のドアモデルの後継車種である C3 をはじめ、プジョー206、1007とも基本プラットフォームを共有する。C2 は、C3 と比べて、ホイールベース及び全長が短くなっている。エンジンは、C3 と共通だが、 C2 の方が軽量な分スポーティーな性格である。搭載エンジンは1.1リットル、1.4リットル、1.4リットル、高度性1.4リットル、ディーゼル、1.6リットル、1.6リットルが、ラインナップされており、いずれも直列4気筒である。日本導入モデルは1.4リットル、1.6リットル、1.6リットルのみ。グレードは 1.4VTR と 1.6VTR、1.6VTS で、 共にスポーツモデルという位置づけである。2004年から2010年まで、ジュニア WRC のベース車両として参戦しており、軽快な運動性を得意とした走りを武器に、鈴木スイフトや、ルノークリオ等と激闘を繰り広げた。2005年はダニ・ソルド、2008年は、セバスチャン・オジェ、2009年は、マーティン・プロコップとそれぞれドライバーズチャンピオンが誕生している。 シトロエンの新世代の C シリーズ C3 のさらにコンパクト版であることから C2 と命名されている。中華人民共和国では C2 チャイナというモデルが現地生産されるが、これはプジョー206の姉妹車であり、C2 とは構造的に異なる。シトロエンのプレスリリース。ありがとうございます。